じゃあやっていきたいと思います。ですね、キャプチャの調子がものすごい悪いです。なのでもしかしたらそこら辺のトラブルでやむを得ない事情があるかもしれませんが、ご了承ください。さて、仕掛けられた罠をくぐり抜けていくんでしょうね。そう、サウルとドロシーを加え、そして最大の戦力であるアレンを失い、オスティアの南東に位置する、トリアの領地へ足を踏み入れたオルンさんにね、助けを求めていくわけですけど、そこで何かが起ころうとしているのだ。さて、ここからいよいよメンバーを選ぶことになります。なんでまずはアレンさんが何をもって抱え落ちしたのかを確認する必要がありますね。私の記憶が正しければ正しくないことを祈りますが、おそらくガントの槍抱え落ちしてます。ガントの槍残ってない？残ってない。ガントの槍を失う。そうですね、録画ミスによるうんたらかんたらに関してはどうしましょうかね。まあそれでもしもどうしようか、クリアしてしまった場合とかどうしようかな。何かのキャラを失ってクリアしてしまった場合はまあ自己申告でいいかな。確かハイボックスとかがアドバンス版はエンディングに出るんですよ。うん、まあそこでなんかバグがあるかとかはそこら辺は知らないけど、まあなんで、まあ、自己申告しなくても後々バレるんでこいつ結構ゲームオーバーになってるでやんすみたいな、言わないとね、最終回で恥をかくだけなんで、はい、まあ最終回があればですけど、なんでまあ自己申告という形にしたいと思います。はい、まあとんでもないスパイスを超えちゃったからね、どうしましょうか。ディークいるよね、このメンバー。ウォルト、ランス抜くか。ランスどれぐらいの強さだ今。6、6、13、7。まあ、ワードよりは強いのか、さすがに。どうしようかな。チャドいるよね。盗賊は絶対入れなければならない。ちょっと待って、戦力不安すぎない？ウォルト入れる余裕ないんじゃないか。育てたかったかな。クラリーネも欲しいよね。え、何入れればいいんだ。忙しすぎない今回のショー。ちょっと待って。まずエレンはちょっと一旦お休みかもね。あ、サウルがいるから、確か。サウルがショー開始とともに入ってくれるので、このクラリーネに全ての杖を集中させましょうか。ちょっと能力値がね、今回クラリーネちょっと魔力全然上がってないんだよね。まあ、それでもエレンと同じぐらいか。あ、エレンさんにもう抜かれとるがな。まあいいや。で、誰を連れていくかを考えないとね。マーカスはいる。ランスが微妙なんだよね。ランスを入れるか。というか、ルトが抜けてるのはありえないし。この二人抜いて、まだ足りない。ウォルト微妙かな。なんか、序盤いい伸びした割にはちょっと能力値悲惨ですよね。チャドって、ここチャドって、他は、ディークお休みか。まあディークはちょっと一生抜けたぐらいではね、戦力としてまだいけると思いますので、ちょっとお休み。ちょっとシャニー申し訳ねえな。ちょっと火力が必要なんだよ、このメンバーには。さあ、ボルト君、せっかくね、一生のチクチク意味もなく、もうどうやら、このまま、ね、闇に沈んでいくことになってしまいそうですが、他のメンバーに持たせる武器特にないかな。ないですね。うん。あ、強いて言うなら、手斧の1個新しいの持たしておきましょう。うん、これで OK だ。で、マップ見て並び替えだね。まずこの正面の敵、厄介なんだよ。この魔法使いをまずは選別しようか。斧2人がかりで。速さいくつだろう。速さ6。となると10以上の速さを持ってるやつなら追撃できる。ロットと、マーカスいける？マーカスとロット。この2人前に出して、まずは手斧の手槍でこいつら選別しましょうか。あわよくば後ろのやつも相手にしたいが、ちょっと数多いんでね、さすがにそこまでは無理でしょう。なんでここの2マスにまずマーカスロットを置いて支援で、どっちか左側を抑えますか。まず左側のこの剣士倒して押さえて、左からぐるっと回っていく感じで、うん、いざとなったらマリナスを盾にしてという感じでいきましょうか。うん、それでいこう。そこまで悪くないはずです。よし、これでいきます。じゃあ一応これでセーブしておかないとね。まだ準備に時間かかっちゃいます。ゲームオーバーになる可能性もある。盗みに入ってはいいけど、ここってろくなものないよね。北の別館警戒強くで近づけないしな。なんかありそうなんだけど。
万事抜かりないな。ほう、兵を配置しました。一気に襲いかかる。オルを暗殺した時のようにな。はーい。あ、ギネビア姫だけは傷つけるな。後の者の生死は問わぬ、行け。ふふふ。灰色の狼の孫娘、それにギネビア姫。これだけ土産があれば、ベルも我々を高く買ってくれるだろうって。ゼフィールさんのことだから多分買わないだろうね。今夜は久しぶりにゆっくり眠れますぞ。どうかな、あのトリア公の側近だという男、ワグナー。何から何まで我が物顔で取り仕切っていたぞ。ちょっと音がでかすぎるわ。マイクの二重音声になってしまう。全トリア公は病院でお会いできないと、お顔を見ることすら叶わないなんて。はい、たくさんの兵士がうろついてるようなのですが、まあ最初からいたよね。まさか、誰だ。こんにちは。どうもあんたたち騙し討ちされるみたいよ。そんな方ではない。ああ、その人あの変な、闇魔道士に暗殺されちゃったみたいだね。なんだって、なんだって。大丈夫大丈夫、もう戦うことは知ってるからね。さすがに2日前にやってるから展開は知ってるんだぜ。2日前だっけ、あ、もうちょい前だ。3日ぐらい前だっけ、4日前だっけ。まあいいや、それぐらいすぐだ。覚えてるということが大事なのだ。急ぎの用ができました。申し訳ありませんが失礼させていただきます。私が主に叱られてしまいます。どうか今夜一晩だけでも。僕が直接オルン殿に申し上げます。ご挨拶もしたいので、お部屋まで案内してください。ですから主は病でお会いできないと。ならばこのまま失礼します。どうやっても、ならばここで死んでいただこう。皆の者、こやつを全て打ち果たせ。やっぱりそうか。後ろから追撃を受けそうですよ。となると後ろから来るのかぞ。来たっけ。いや、来なかったとしても、記憶になかったとしても、ハードモードだから来るんだよなみたいな、そんな展開があるかもしれないので、それは避けなきゃいけないからね。まずはマーカスの3マス上、ここに手斧を持たせて、まあ使い切りましょう。で、マーカスも持ち物手ありで、まあ命中意識倒せるの。手ありで命中意識って言ってるけど倒せないって意味ないよ。6、攻撃力15でギリギリ倒せるね。ということは結構硬いな。あれ、もしかしてマーカス、もうすぐロットさんに追い抜かれるな。で、ルトガーでさっさと倒してしまうか、ランスで守備重視していくか、どっちでもいいね。まあ、ともあれちょっと急いでいかないと、制圧逆にちょっとされてしまうとめんどくさいんで、まずは左をこうがっつり取ってしまって、そこからですね、クラリーね、ここら辺で弓とかをこっちに輸送しつつ、あ、サウルさん、ドロシー担げないんだね。こんにちは、サウルです。魔力高いです。どうも、こんにちは、サウルです。はい。そして、ワード、こっち、ロイ、こっち。で、壁、ここ。OK。ここにね、一人仲間になるキャラがいるんで。スーさんですね、スーさん。で、スーさんを早く仲間にして弓を加護したい。おっと、もう一人、あ、違う違う、別のキャラ、別のキャラ。危ない、危ない。見えてないキャラがいるのかと思ったよ。はい、チーカーラ。おお、魔法はいいね。魔法は素晴らしいです。ハードブーストかかってるんでね。まあ、多少は、強い。さすが。さあ、こっちも倒したい。頼む。よし、魔法使いは、これ止めた。あ、これもしかしてこのまま、居座っていいんじゃないか。マーカスとロットでこれ、全員倒せるような気も。全員やりですしね。いけるんじゃないの？頼りになるぜ、ほんと。なんだこいつ。6。火力は17、17、17、21。あ、こいつだけ強いな。17ってことは、これが6が4発と、6が4発と、10が1発飛んでくんのか。34。あ、ロット1人でいける。半端ねえ。跳ねえ。跳ねえ。跳ねえ。どうしよっか、じゃあ。ロット1人に任せていいんじゃないかな。支援与えればいいしね。じゃあ、まずは、そうですね。支援与えたいからあんま無茶できんな。と思ったけど、ちょっと無茶しないと、こっちもやばいからね。
支援与えるのは今回諦めた方がいいかもしれない。とりあえずこいつら倒さないとめんどくさいですね。テアリマン、テアリマンよりもテアリじゃないマンを倒したいね。テアリじゃないマン、こっち倒してくれ。さすがワードさん、レベルアップ頼む。いろいろ上がって、いろいろワード、よし、技いいよ。で、ドロシー届くね。ロス来い、オッケー。これロイでも倒せるね、多分。上に敵はいない、手槍の範囲でもない。だったらここはこれ、鋼の体験でこうドカーンと。よし、制圧完了。左オッケーですね。で、まずは宝箱、ここ開けてよかったっけ。ここ増援来た気がするんだよね。まだまだ開けない、今忙しいですからね。で、ここ鉄の剣でドボーン、オッケー。ロイどう、つえー、マジか頼りになる、ほんとすごいね。で、ちょっと支援欲しいので、ここで引き受け下ろす。で、クラリーネをちょっと逃げて、ここに手あり持ち一人だけいるのか。ロイがちょっと食らっちゃうね。まあロイは食らってもまあしゃあないということで、ご了承いただき、手斧よりも鉄の斧なんだけど、鉄の斧持ってないんだよね。まあだったら手斧でちょっと一人減らしとき、あ、ここ、あ、間違えた一番やっちゃいかん、ミスした。まあじゃあしゃあないな。マリナスここ、ルーここ、サウルここ、で、マーカスさん暇だったらこっちの剣士倒しといてもらいましょうか。そうしましょう。さあ、ロット祭りだ。サキル、一人で果敢に倒していくよ。アーマーナイトもご覧の通り、一人で十分です。いや、強いね。痛い。返り討ち。真ん中押さえたの、これすごいでかい気がする。武器レベル上がるし。あ、外した。あ、でもいい位置ですね。ルーが取りやすい位置。で、ロイが食らう。無慈悲。あれ、そのポジションすごくいいですね。挟み撃ちし放題ですよ。これこそいただきましょうか。じゃあ、ランスで。投げるでやんす。外すでやんす。この対戦に一体何の意味があったんだ。まあいいや。ファイル。で、そうだね。ロイは、ちょっと前行こうか。で、この位置だったら支援も届いてるはずなんで、このまま手斧を投げます。よし。で、鋼の斧の方がいいんじゃないかな。倒しましょう。よいしょい。さあ、期待してますよ。本当にヘタレね。なんだこれ。本当にヘタレを知らないな。なんでこんなに強いんだ、わけがわからないね。扉、よし。宝箱を回収しつつ、左にね、逃げていく準備しましょう。これも倒してくれるんですか。装備は三流、三流、三流は怖いね。三流怖いから、あー、でも手やりマン、手やりマンもいるのか。どうしたもんかね。傷薬持たしておけばよかったな。ちょっとめんどくさいことになっちゃいましたね。いや、このターンは手やりマン引きつけて手斧で倒す感じで、他のメンバーは整える。扉で、まあロイで仲間にしておきましょう。よし、誰、え、どうしてここに女の子が。館のものではない。君は、あ、僕はロイ、こんにちは。音、戦いの音。うん、僕たちは訳あってこの館の者たちと戦ってる。ほう、敵の敵は味方ってやつですね。今は弓を貸して。話が通じないぜ。でも仲間になってくれるなら歓迎するぜ、という形でございます。ちょっと待って、この程度の敵だったら数で取れるんじゃないの。数で取るべきかもしんないね。ね、で、この面、このだって、ロットに挑んだら間違いなく、あのソルジャー様お亡くなりになってしまうわけだから、間違いなくこっちを狙ってくるはず。であれば、ここは、スーでしょ。スーさんにお願いしましょう。交換で、弓を受け取って、傷薬も奪っちゃおう。で、ワードこっ
ちで他に回復すべき仲間はいないから、とりあえずワードさんでも回復しておきましょうか。ドロシーこっちで、ルトガーはシエンでもちょっと準備しとこう。でサウル、うわ来た。さてこの隙にいただけるものはいただいちゃいますか。あーマーカスいた、しくじったぜ。まあいいや、マーカスならいいです。ちょっと待って、ここ封じてしまおう。そうすればキャスこっちに来るね。でハイパーテアリマンはともかくとして、ハイパー魔導士は範囲どこまで、ここまで接近できる。これでハイパー魔導士を逆に粉砕できるでしょ。でチャードどうしよう、チャードどうしよう、このターンお休み。ちょっとうかつに扉は開けない方がいいからね。戦力整ってからじゃないといろいろと危ないです。本当に危ないですここ、まあ、具体的にはロットが合流するまではやめた方がいいですね。来た、あやばい、あっち開ける、あっち開けるつもりだぞ。これやばくない？ちょっと待って、戦力を整えろ。下に戦力持ってけ。動かないんだよなあいつ、厄介だね。どうしたもんか。ちょっとロットさんこっち来て、一旦回復しましょう。で自分から殴りかかっていけば問題ないでしょ。聖水か何か欲しいな。聖水っていうアイテムがあって、あの魔法防御をね上げてくれるんですよ。それがあればね、比較的どんどんグイ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 押していけるんですけど、ちょっとここら辺ちょっと封鎖しない程度にちょっと戦力を固めておきましょう。でこっちはこっちで逃げ場を塞ぐ。 OK、 さあ扉を開けな。さあ増援来るはずだから、私の記憶が正しかったら。その前にいただくものはいただきましょうか。盗賊の鍵をいただきます。でここからの対処だな。とりあえず話すか。もう君は、あやばい、ちょっと待って、腕話してみたいじゃない。どうして君がここに。まあいろいろあってさ、戦場だからいろいろあるんじゃ。おっと、他に何か目的が。逃げ、まさかそのために逃げ道を教えてくれたんじゃ。さあ何のことかしら。まあまあ細かいことは気にしない、バーイ。まあこれでね、彼女がこの戦場を荒らすことはなくなりました。なんで、トンズラーです。やること終わったらトンズラーです。一応こっちも引いておこうか。これ確かね、開けた次のターンに来た記憶があります。なんで、ここはちょっとスタコラさっさです。スタコラさっさ。やること終わったらスタコラさっさ。上を押さえるか、先に。怖っ。まあ当たると思うけどな、当たると思うけど、まあ一応このまま待機で。一旦上に逃げます。敵が来ると思うからね、余計もある程度待ってますし、まずは離れます。あとは猿だけ。え、なんで、うわーっと、ちょっと待って、これ痛い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 。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。魔導士もつい、うーわこれあかん、魔導士2発とも外した。これ助けて、やーべえことになったこれ。ちょっと待って、上と下同時に来るか。下がらないといけない、魔導士も倒さなきゃいけない、全部やらなきゃいけないのが困ったところだね。ちょっと待ってくれ、ここはガチムチ支援セット、ガチムチ支援セットはいいんだけど、マーカスやべえと、あマーカスやべえと思ったけど、そうでも、あやべえわ、どうしよう、マーカスがやばい。マーカスはどこに逃げればいいんだ。傷薬もねえんだぞ。いや待て待て、冷静に考えろ、冷静に考えれば考えるほどやばいってことがわかるな。待ってね、傷薬持ってない、持ってないですね。準備が悪いな。持ち物とりあえず手斧ですね、槍多いし。でサウルでリライブ。で、スーで救出、サウル逃がすでしょ。で、もう一工夫しないといけないね。ルー逃がすか。ルー逃がしちゃダメでしょ。逃げちゃダメでしょ。ルーは逃げちゃダメ。逃げちゃダメ。ここで、ワード交換でリライブをもらって、
だからクラリネもう未来を持ってたね。これロット回復。よし、今のうちに引き受けを下ろす、繰り返しても。誰もサウルを下ろして、ランスも下ろす、ロイを下ろす。まあこんなもんじゃないかな、このターンできること。あ、よかった、ゾウイン来ない。あ、帰ってくれた、優しい、助かる。このターン終わったら一旦録画切りましょうかね。マーカスが撃破できない。これ嫌な配置になっちゃったな、結果として。上から魔導士来るしね、帰ってくんないから。もう一人も、あの魔導士もしかして微動だに動かない可能性がありますね。これはちょっとうまく利用していきたい。1か、誰でも倒せるのか。あ、スーさん、スーさんお願いします。この位置なら比較的安全だし OK です。これは、あ、ちなみになんですが、私サカルートを攻略したことないので、うん、あんま記憶にないのでサカルートいきます。ああ、下が重い。この二人を前に出して終わらないとやばいことになるね。どう見ても大惨事になるな。ロット、このぐらいだったら大丈夫だと思うんだけどな。で、ここであえて攻撃を受ける役割の人を一人置いていくことによって、あの結果として、あの被弾を減らすというのはどうでしょうか。ランスをわざと反撃できないようにして置いて、相手の攻撃を引き受ける。うん、これでいこう。で、ランスをこれちょっと引き受け、あ、ちょっと待って、下からの攻撃を一人ぐらいなら受けれるでしょうね。で、支援与えて下ろす。で、クラリネここ、で、ルトガーはまあここでいいな。マリナスちょっといつでもちょっとあの前出れるようにちょっと待機。このタイ、うわー、ちょっと待って、ルーやばくないこれ。大丈夫だね。やばい、なんてタイミングで救急車来やがる、スタンバイしやがる。よし、もしミス、これはいいんじゃない、倒してもないし。これやばいんですけど。よしよしよし、やべえ、やべえです、これ。倒してくれ、そいつ倒してくれ。よし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 、魔導士倒してくれたのでかいよ。ロット、そいつ倒して、頼む。オッケー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 、いい感じいい感じ。さあやっていきましょうか。地獄なんだかこれ、大丈夫かな。スーが危ない、下のやつらも大概なんだかこれ。全体的にピンチすぎて、もうどこがピンチなのか逆にわからないっていう。ルトが置いたらやばい気がする。ちょっと待って、どうすればいいんだこれ。手あり当ててくれるって期待するのはこれな、ノーじゃないの、これノーですよね、ノーですよね。こいつを倒したいな。マーカス、そいつ倒してくんない？担当頼んだ。あー、命中不安だな。ロットは前に出したい。ランスどうする？残してたとき、これ当てるでしょ？男ランスは当てるんですよ。このように。OK です。さすがランスだぜ。で、ここを、塞いでしまえばいいんじゃない？ロットと、マーカスでここを塞いでしまう。すると下はこれで制圧完了ですね。これでいいでしょ。あ、もっといいポジションあった。ここ。手やりでこう倒しつつね。よし、これで塞いだ。よっしゃー。これでちょっと経験値を稼ぐ余裕すら出てきましたよ。帝王の、じゃない、鉄の斧。オッケー。こいつは手やりか。テアリマンはちょっと今相手にできないな。マーカスさん、ちょっとマーカスじゃない、マリナスさん、こっちでしょ。忙しい。で、ルーもちょっと危ないから一旦引くか。ルー引かないとね、やばいわ。ルーを引かせるとしたらここか、ここですね。上は敵いないから安全でしょ。なんで、いやー、あ、杖渡しちゃったよ。杖ないですか？
ないです。え、やばくね、救出しなきゃ、救出しなきゃ。え、クラリーネに渡したことは完全に裏目に出たな。じゃあこのターン攻撃受けようがないから、ちょっとサウルさんもどっかに避難させてターン終了ですかね。あ、こんな時のスーお願いします。大丈夫だよね。うん、大丈夫。よし、終わり。あー、持ちこたえた。よかったね。まあまだ安心できないよ。かなり体力持ってかれるから、一瞬の油断が死を招くよ。なんか来た。わー、かわいそう。なんかすでにロットを避ける傾向があるね、敵。必殺出しやがった。嘘やん、ドロシー。必殺こう。皆さん、これ何がやばいかお分かりいただけますか。この次の章、鋼の弓なくなったの、マジやばいわ。嘘やん、嘘やん、嘘やん。くわー、まさか、そうか、ここにいたな。にしても一発でやってくるとは思わなかった。サンダーの必殺率引くもんだね。教えられたぜ。くそー、本格的に次の章震えてくるんだけど、考えないでおこう。今は考えないでおこう。考えたって始まらんしな。とりあえずこいつを、じゃあルトガーに背負ってるこいつが邪魔で仕方ないな。で、テオノマンで、後ろのやつを、あ、こいつ倒してしまえばどうにでもなる感じですね。ロイ強いな、ロイ。ほんと頼りになるわ。どうしたん、切り替えていこう、切り替えていこう。これ以上の犠牲を出さなければ問題ない。下も止めてるから、チャドは安心して宝箱拾いに行きますね。で、こいつだよ、問題は。うわぁ、まあ出ても死なないから大丈夫だと思うけど。とりあえず、リライブで回復するでしょ？数で取りたいが。取れそうなやつ、こいつ倒さないと私安心できないわ。倒してくれ。 OK、 これでようやく安心できる。あー、でルトガーさん、もしか、うわ強っ。背負ってる状態でもこれですか。な、誰背負ってんの今。ルーを背負ってるのか。ルーぐらいだったらランスで、てかランス育てようぜ。手やり OK、削り職人だね。ふすー。オッケー。さあ、1回のレバブ、ぜひ力をいただきたい。我に力を。まあ、守備来たんならいいです。十分すぎるね。これ以上は酷というか欲張りって感じですね。こっちだな、残り。まあ、こっちは適当に手やりポイポイ投げてれば大丈夫そうですけどね。支援しときましょうか。バツ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 。どうしたの、マーカス。いけませんな、実にいけません。何が。近くの若い連中の戦いぶりです。全員が全員というわけではないですが、最近たるんどるとしか思いません。もっと規律を正しませんと。みんな必死で頑張ってるじゃないか、生きるためにな。いや、ロイ様甘すぎます。私が言って手本を見せてまいります。マーカスが自分で行かなくてもいいんじゃない。もう若くないんだし。何を申されます。おいてもこのマーカス、まだまだ若い者には負けませんぞ。そうだね。でも若くないのは事実なんだし、体には十分気をつけてよ。ありがとうございます。ロイ様、なんとお優しい。それに比べ若い連中の情けないことよ。わしももう一踏ん張りしてロイ様をお助けせぬ。だってさ、ランス君。今思うとヘタれてんな、ほんま。ちょっときついわ、ミルのステータス。勘弁して送りやすだよ、これ。もう
ちょっと強くてもいいんだよ。あともう能力値全部1ずつ高くていいはずです。この位置ちょっとさっきのあのサンダー大事件が思い出すから、もうちょっとここにワードさん置いといて、あわゆくは手やりで返り討ちにしてやりましょうね。手やりじゃない、手斧ね。一瞬カメラが動くのが怖いからやめてほしいね。よーし、開けますよ。こちら、吐いた吐いた吐いた。鉄の斧粉砕してやるぜ。やっぱ趣味がもうちょっと欲しいですね。で、こいつ倒せるんじゃない？倒せないか。とりあえずあいつ倒さなきゃ、絶対倒さなきゃ、こいつ。こいつ最優先、オッケー。マーカスさん、若いもんにいいとこ見せちゃってくださいよ。歳だね。ちょっと、危ね。まだ来るの？しかもさっきとなんか品が違うぞ、また。ちょっとこれワードのこれ育て時ではござらんかと思ったけど、結構強いなこいつ。ちょっと削りましょうか、テオノマ。 OK で、鉄の斧で倒せるよね。上強い、パワフルだね。リライブ。テオノマンがいなかったらクラリーネここに置けるんだけど、無理ですね、置けませんね。じゃあちょっとスーは攻撃ちょっと備えておきたいんで、ランス救出でクラリーネ逃がして、でルトが引き受け下ろすで待機。ここで他に体力減ってる人はまあそんなにいないから大丈夫ですね。あー、ヒヤッとするわ。チャードにはちょっと宝箱をちょっと早く開けていってもらわないと困るね。来たよ。ちょっと待って、重いのが痛いんだけどこれ。いやでも槍3発当たるとかマジありえないから、命中を意識していただきたい。幸運上がった、これで回避上がるからね。さすがにこんなポンポン当たらんて。 OKOKOK、ヒヤッとするわ。三すくみを何だと思ってるんでしょうかね、ロットさん。まあ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 、今まで伸びすぎてるぐらいだしね、ちょうどいいよ。安心する、これぐらいの方が。ルドが頼んだぞ、ワグナーを倒してくれ。いいよいいよいいよ、頑張るルドが応援しています。というか体力多いね、ルドが。これもしかしてロイで取れるの？あー、おいしいところ持っていきたいけどきついかな。いや、まあ、とりあえず扉開けて、その中にはこのような光景が。マーカスでまずはこいつを処理だね。魔導兵はすげえダメージ受けるんで処理で、クラリーネちょっと引いといてもらえるか。で、ロットでこの厄介なアーマーナイトを粉砕しましょう。これで終わりです、多分。終わった、終わった。いや、いい音楽だな。希望も何もあったもんじゃないかな。鉄の斧確実に仕留めます。スー届く、これもしかして。あ、届くね。これランスで弱らせてスーで取れるな。鉄の槍、ほんと外すな、困るよ。命中不安か。15ってやばいんじゃ。17だから、17、あ、大丈夫だね。 OKOK、 で次のターンでおそらくルトガーが倒してくれるから終わったんだ。あ、いよいよおそらく一番やべえあの章が来るんだな。まあでも強力な助っ人も同時に仲間になりますからね、次の章で。仲間になればですけど、私がこれをやるって言った時に知り合いのファイアーエンブレムプレイヤーが頑張ってねーみたいな感じでなんか笑ってらっしゃったんで、多分その不穏な章が7章とのことなんで、不安なんだな、かなり不安なんだな。さあ、あとはチャドさんに宝箱を開けてもらうだけなんで、あと経験値稼ぎとこの杖をね
なんでカットしてお送りしたいと思います。一旦ちょっと離れます。増援が来たら録画再開します。宝箱の回収終わりました。特に敵はいませんでした。うん、そうか、逆草原の部族長の孫娘か。理事は坂一の強者、灰色の狼と呼んでいる。確かに聞いたことがある。でもなぜ力屋に？坂草原といえばずっと東なのに。ベルンが坂に攻めてきたから。私たちクトラ族はベルンと戦うことを決めた。だからジジは部族の女子供をこの力屋に逃がそうとした。でも裏切り者がいた。途中ベルンに従う呪帝族が待ち伏せしていて。なるほど。私はなんとか結露を開いてこの地に逃れた。ボルン様は親切に私をかくまってくださったのだけれど、羊のワグナ、羊なのか。やっぱ羊は、羊とあのメガネかけてる人は黒幕なんだよ。戦ってます。ありがとうございます。僕たちはオスティアへ向かってる。母なる大地がなくなるわけでもなく、父なる天が消えるわけでもない。大変です。今オスティアに向かわせた使者が戻ってきたのですが、どうやらオスティアは内乱状態のようですぞ。なんだって。リリナはどうやら捕虜になっておられるとか。現在反乱軍がオスティアの城を、占領し、リリナ様と城を取り戻そうとする勢力と激しい戦いを繰り返しているようです。どうか無事で助けるぞ。今度は魔導士も欲しいしな。というわけで次回、地獄の始まり、よろしくお願いします。真の戦いはこれからだ。